よーし、おありがとうな、いろいろ。よーし、そしたらここから何、半日程度で行けるって？半日な、それ距離に直すとどうなんだ、半日って。キファー乗って冒険出るか、久しぶりによ。キファーと水いらず。で待って、これで双子山の方を、双子山の方を向いてみよう。ちょっと弱いやつな、この辺。すげえな、いろんな剣が刺さってる。こんな建物あったっけ、全然覚えてないな、初日無我夢中だったもんな。どうしたキファオ、左上のあれはなんだ、火山か、木があるよな。山の形がなんとなく似てんだよな。一本木があるんだよ。気のせいかな。うわ、夜になったら。そうだよな。思い出す。
けられる？姫！姫、ご無事ですか？あなたたちにお願いがあります。この人を海星の祠まで連れて行ってください。急いで！彼の命が燃え尽きてしまう前に。リンク、今あなたは100年前の私との思い出を、そのすべてを取り戻してくれました。私はここでハイラルの城で待っています。あなたが厄災ガノンを打ち倒してくれる日を。いい話だ。よし、じゃあちょっと厄災ガノンでも倒しに行きますが今から行ってみようか。キバオ、ちょっとガノン直しに行ってくるから。いろいろあるとな、もう帰ってこねえかもしんねえからよ。おめえの大好きな人参をほら、早えな食いつくの早かった。おめえの好きな人参をこうしてよ、早えな食いつくの。おめえのそんなに大好きじゃないかもしんない、バナナをよ、こうやってバナナはそうでもねえんだよな、お前な。バナナはそうでもねえんだ。人参もとにかく、あいつはとにかく人参の時は早かった。馬並みだった、本当に。よし、じゃあ行ってくるわ。やあやあ、家買いに来たよ。何？おまけで売れ残りの武器スタンドを置いといたから使うといい。えのきだにあっかれ地方を開拓してもらうあれがあったか。開拓？事業拡大。そろそろ出発。えのきだ。こちらカツラだ。いえ、買ったよ。転勤。事業拡大。ゾーラの里のさらに来たアッカレ。おう、遊びに来てねって。歩いてくの？ちょっといいジングルじゃねえか。これがアッシュの家で、これが武器スタンド。え、一個？一個？ちょっと待って、夢のマイホームだ。夢のマイホームだから、やっぱせっかくだからこの前で写真撮りたいよ。あいにくの雨だけどな。これが足の夢のマイホーム。全体像が見えるように。はい、足が、足の夢のマイホーム。今からよ、厄災ガノン倒しに行くんだけど、帰らぬものになった時には必ずゼルダ姫だけは救出するんだ。だからよ、未亡人になってもよ、
住んでいけるようによ。まあ、あの城をさ、また改築し直すんだろうけれど、ちょっとこれを置いとこうぜ。片身、いっぱい片身ぶっ壊してきたけどよ、このゾーラ姫との思い出のこれだけは残った。もちろんよ、修理してくれる誰かがいると思うが。何、こういうところにさ、マイホームっていうぐらいだから、お洋服とかさ、置けないの？無理みたいだな。草とかさ、まあ草はいくらでも持てるのか。みんな寝るって、ちょっとベッドもねえじゃねえか、ベッドもねえじゃねえか、夢のマイホーム。みんな帰っちゃって、何、雑魚寝。いや別に明日は寝具にこだわってるわけじゃないよ。シンガーソング、そういうことじゃない。寝具にこだわってるわけじゃないんだ。でもせめてよ、雑魚寝でもいいから寝させてくれよ。妖精はおらんかね。すげえ距離あったけど届いたのか。じゃあこれもすげえ距離あるけど届いちゃう。これも結構距離あるよ、届いちゃうの？届いちゃう。すげえな。よう、久しぶりに来たぜ。いや、あんたか、よく来たわね。久しぶりね。どうなのよ、頑張ってんの？クライムバナナ、これ少しだけアップできるわよ。これもできるわよ。でもどっちかね。じゃあこっちお願いします。さてきた、少しは強くなったわね。他にも、まあ切る機会ねえから、まあこれは割と切るよ。じゃあこれお願いしようか。サンキュー。念願の料理やるぞ。まず小麦、メロン、砂糖、そしてバター。ちょっと砂糖多めにする？料理。ひんやりフルーツパイ、お祝いの際によく作られる。よし、勝利した瞬間このひんやりフルーツパイを食べよう。でだ、マスターソードちゃん結構使い込んでるんだな。なんかある程度使ったら眠りにつくって聞いてるんだよ。だこれさ、とっとと眠りにつかしちゃった方がいいんじゃないかっていうね。この野郎、強えなあいつ。
スケツ、キツネさん逃げて。すんげえ粘着質。じゃああいつも似たような行動を取ってくるのか。これを早く眠りにつかせたかっただけなのに。その眠りにつくっていうの一回見てみないと。肝心のようガノンと戦う時に、ああおやすみなさいってなっちゃった時に、果たしてどこなのかが分かんないってのは怖いからな。やべ、すげえ数。マスターソードの力が弱まってきた。マジでどう ?30。これはいるな。二人がかりかよ。お、ちょっと待って、マスターソードは傷つきゼロ。マスターソードの回復まで9分。面白いね。うわお。よし、いい感じに消耗した。ついでにこれも。そして雨。
これも消耗しちゃおう。さてと、今回は正面突破。正面突破なのだが、なんで雨なのさ。なんでよりにもよって雨。まずいんじゃない、雨はさすがによ。どうなってんだ。いけそうか。この跡が問題だな。これ水？よし。違う。助かる。こんばんは。そうです、長時間配信中でございます。2枠目でございます。これからガノンを倒しに行きます。誰？わっしょい。サンキュー妖精さん。リーバルトルネードいつでも OK だ。さあ、初回とは違う形で潜入を試みようと思っているんだが、今回は英傑の力ゼロですよ。しかも雨で、あっちからどうやら行くしかないらしいな。正面突破をするにはよ。ちょっと待って、そもそもここは正面じゃない。おいおい、そもそも正面じゃねえじゃねえか。足はかっこよくよ、正面玄関からこんにちはってやりたかったね。これじゃあよ、忍びみたいになってるじゃないか。忍びみたいなことしたくないんだ。正面玄関から堂々とよ、よっ、やってる。そういう風に来たかったんだよ。よう、やってる作戦が良かったのに。とりあえずあれやるか、あれ、あのうっとうしいやつ。これ使ってみる。うわあ、あのおいちゃんの発明品さすがだよ。しかも軽い、すぐに。でもこれはダメだ、片手剣じゃないから。すぐに飛び出してくれるのは嬉しい。だ、片手剣、まさか片手剣一つも持ってねえのかし。マスターストーズとこれぐらいしかないか、片手剣扱いは。よし、これが正面玄関な。正門から行くぞ、正門。よ、やってるか。カワリンクテニス絶賛発売中。これはさすがにまずいんじゃないの。ズドーン。つえ。ちょっと待って、あんまりこれに甘えてるとよ。はいはい、打ち止めみたいな、そういうこともありえるからな。これ正門。あれ、滝、ちょっと待って。
お姫様、登れるのこれ。ウルボザの怒り、いつでも放てるよ。のボール。んで、現在地。アルトシナ、水の流れがすげえ。まさか。こんなところに。楽しいな、こういう侵入の仕方も楽しいな。目の前じゃねえか。まいったな、目の前じゃねえか。もうちょっとなんとかなんなかったの。目の前とかじゃなくてさ、二つも。あれ、なんかついちゃった、臭くない？本丸、江戸城。だがマスターソードがあと30 38秒待ってくれって言ってる。じゃあここで38秒待つか。ムービーカウントしてくれるのは絶対ムービーあるだろう。ほら、なんかうじるうじるしてるよ。服装はこれでいいのかっていうことだよ。とりあえず滝登るのにこれ使ったけどよ、あいつがどのぐらい強いかわかんねえからな。とりあえずよ、これにしとっかな。じゃあな、できた。起きた。18秒。この付き合いどんぐらい強いかわかんないぞ。しょうがねえな。
んなさい。私の力ではもうガノンを。君のためじゃないよ。僕はガノンに借りを返したいだけだからね。いや、大変冒険中お世話になりました。これが私の最後の力。負けないで。裸でいられたのもあんたのおかげです。付き合いは一番短かったけど、とっても助かってます。派手に行くとしようかね。お姫様、攻撃はほとんどあんた任せです。マジで？ズン。ジャンプ切り。何食べよっか。攻撃力アップいいな。もうないのそういうのは。ねえらしい。とりあえずよ。適度によ。はい。逃げるなよ。食らいやがれ。よし。
ったぞ。やっちまったぞ。みんな、サンキュードキュッシー。コメントサンキュー。ボッカーン。姫はどこだ？ガノ、遥か古代に生まれ、幾度滅ぼされようとも復活を繰り返す憎悪と怨念の根源。復活を諦めない脳内から暴走した姿。世に放てば100年前を超える悲劇となるでしょう。キーファーをどうしてここに。それは魔を打ち払う光の弓矢、あなたに託します。今あなたがどれだけの力と記憶を取り戻せているか私には分かりません。もう嫌がってるキファオが。私はあなた。嫌だーって。あなたの勇気を信じて。嫌だ、嫌だ、嫌。立ち向かいたくない言ってるキファオが。ちょっと待って、あれを捕獲するところから入る。光の弓矢。魔獣ガノンとの決戦の前にゼルタから受け取った弓矢。勇者が構えることで光が集い、厄災を打つ矢となる。ちょっと待って、パワーがね。回復だ、回復。なあ、食うもん食ってからだよ。よし、危ねえぞキファ、危ねえぞキファ。そっちやね、キファ。そっちやね、キファ。全身を怨念で覆っています。怨念が怨念。で、私が怨念を抑えます。ほう、力が足りず、わずかですが、光っているところを見抜いてください。リンク、ブーンを。全身が光ってますよ。そっちじゃない。キボン。そっちじゃないぞ、キボン。ゼルダ姫が、マリベル、ほら、言ってるぞ。マリベルが、急げって。大人の言い方で、大人の言い方で急いでくれって言ってんだ。キボン、そっちじゃない。キボン、こんなの。肝心な時に。ビビってんじゃないよ、キボン。お、ありがとう。ほら、もう大人だからもう一回チャンスを。キバオ、そっちじゃないぞ、危ねえ。まだパワーがすげえ残ってるぞ、キバオ。大体心中戦だけもよ。
片側やったらもう片側って相場が決まってんだよ。キバオ、あっち側行くぞ。キバオ、間違いなくあっち側だよ。次はそう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 、うやーでよそっちじゃない、キバオ。お、来たぞ、チャンスだ。そうそう、チャンスはないぞ、キバオ。あの白い馬の方が良かったって言われる前に頑張るんだ、キバオ。リーチすげえな、これスーパーリーチ。だってよ、とどめとどめ、大体とどめはさ、首って決まってん相場は。キーパーを、今の首下がってんだよ、首がキーパーを。お、お腹だよ、キーパーを、お腹にあるぞ。行くぞ、突っ込むぞよ、二人で。やったぞ、よくやった、キバオ。あと少しで、あと少しで、カノンを。リンク、見てください。なんだ、カノンの頭上を。頭上、通常、あ、あれね。それがカノンの中枢、リンク、カノン。やったぜ。リーバルさんが最後役に立った。姫、やったー、みんなでやったんだ。キバオも含めて。私はずっと見守ってきました、あなたの運命も苦難も戦いも。だから私信じていました、あなたが必ず厄災ガノンを打ち倒してくれると。ありがとう、リンク。ハイラルの勇者、私を覚えていますか？
休憩中のつけ麺屋みたいな格好しやがって。はい、ということでエンディングでーす。ダロス、リスペクト。初日24時間、2日目約12時間、ありがとうございました。いやー、全員が役に立ちましたよ。全員貢献したよ。あの盾を作ってくれた、あそこのな、研究所、古代研究所、そこも貢献してくれたよ。ユンボは会えてよかったな。一瞬だけど姿を見ることができた。これから新しい世代で頑張っていこうよ。ゾーラは指導王子だっけ。でゲルド、噂をすればで、ゲルドがルージュで、ユンボで、あっちはどっちなんだ。ハーツさんの方か。ハーツさんの方ではなさそうだな。テバだな。ほう、任天堂の総力を結集したっていう感じのゲームで完成度がすごい。お、コメントありがとうございます。大冒険だった。白い馬だったらもっと早く、ほら。ほら、まあ事実だよ。でもあの白い馬はゼルダ姫の馬だから、この子だから、あっしの身分に相応の馬でやっていくしかないんだよ。
最近はもろもう全世界にローカライズされるもんだから、英語音声の吹き替えも、脚本も作って英語音声もやって、さらに見てくださいスペイン語のさらに脚本作って音声やって、いろんな言語に翻訳しなきゃいけないから大変だよ。ヨーロッパ向けとかさ。だからもうディスコの頃みたいにもう日本のことだけを考えてればいいっていう世界じゃないから、一本作るだけでも大変。ほらこのフランス語まで出てきちゃったもの、イタリア語とかワールドワイドスタンダードですよ。だってアニメザ・シンプソンズなんかももともと全世界で作られるって想定でやってますからね。ドイツ語も出てきて、ロシア語とかも、スパシーバーチャイニーズ、コリアン、チャイニーズなんてもう何カ国語もあるからな。ウルボサさんが頼りになった。そう、もう攻撃は全部ウルボサさん。ミファさん、たくさん蘇りありがとう。そうリーバルさん、サンキュー。かゆいところに手が届く。結構いいタイミングで復活するんですよ彼は。で、出たこのデグの貴様でしたっけ。笑わしてもらったよ。お、君島さんの名前と岩田さんの名前がある。裸とな、今日はゾーラの里に向かいます。停止している神獣バールッタの状態を把握、貯水湖の水位を再確認、それからミファーのお父上が私たちから彼女のことを聞きたいと。厄災の脅威は去りましたが、なさねばならないことや決して消えない悲しい思いは残されています。けれど
この国の人々ならきっと昔よりも素晴らしいハイラルを作ることができる。だから私はその助けになりたいのです。さあ行きましょう。ちょっと待って、キファをリストラになってる。またその剣の声が聞こえなくなりました。私の力は100年の封印で枯れ果てたのかもしれません。でも私もう平気です。いやー素晴らしかった。ありがとうございました。